信号の影から交差点を渡る君を見てたんだ。喧嘩した君のこと流れる人混みがあっという間に隠してしまったんだよ。見えなくなっただけ、探せば見つかるよ。そんなことを思いかけた時、こんな手のないことを平気で思う自分勝手な僕に気づいたから、息を切らせているわけは君を見失わないように、慌てて走ったからだよ。だってごめんという一言を伝えたいと思った時に、必ず君がいるとは限らない。正しいとか間違ってるとか、そんな手のないことで言い争ううちに、大事なこと